だっけなんだっけ ?64 の4が実は4じゃない、ね。4じゃなくて、実はこっち6とか7とかあるんじゃねって俺は思う時があって、うんうん、その時そういう選択をするんですけど、うん、意外と、だからその、わ、すごいね、その選択って思われるんですけど、うんうん、でも自分は、6とか7の選択をしてるつもりで打ってるから、うん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 、だってこれ普通こうじゃねっていうのがたまにあるんですよね。うんうんうん、その時ちょっと気持ちいいんですよね。あうん、なんかさ、俺もね、ガセさんって一見オーソドックスなのよ。一見めっちゃオーソドックスなのに、うん、このね、勝負の際に来ると、うん、すげえいいやつ入れてくるんだよ、ねうん。なんかね、そのね、綺麗な俺好きなのよ。うん、でね、ガセさんっていうのはね、キレというよりここ、斧がね、急に降ってくるみたいな。だいたい64は6取ってるのに、うん、急に4行っちゃったぜみたいな。そうですね。で、結果ついてくるから、やっぱいい。うん、まあ、それってでも、うまくいった時の印象なんですね。いや、もちろん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 。ダメな時ももちろんあって、うまくいった方が多いまま死ぬかもしれないですね。そう。っていうね、あのね、麻雀って、そうね。例えばその M リーグって、多分その規定回数ずっと打っても、生涯収束する回数打てないんですよ。うんああ、なるほどね。年間20試合打ってもね。そうそうそう。だから、上振れ、下振れは絶対もちろん来るわけだし、それを狙って取れるんだったら、それはいいじゃないですか。うんうんうん、だから、それを欲しいなと俺は思ってて、なんかそういう選択がやっぱりね、うん、やっぱり実は実際みんなこう、ね、損に見えるけど、リアメンキラってシャンポンに打ったりとか、でもそれ、自分の中だったらこっちの方がいいんじゃねって思ってやってるから、うんうん、意外と自分の中のその選択を信じて、ちゃんと打ってるんで。はいはいはい、はい。やっぱね、トップ目だから、こう来るでしょとか、うん、まあ、役割の両面ぐらいだと来ないでしょとか、うん、あの残り曲数少なくて、うん、そういう時に、やっぱり逆打った方が、その曲は実はプラスだったりもする、うん。相手の読みを変わるわけですよ。そう、例えば、例えば、うん。で、俺ね、それがね、一番ナチュラルに、あの、相手をはめに行こうとしてるんじゃなくて、最もナチュラルにできたところね、僕ね、沢崎さんだと思ってたら。沢崎さんやっぱりさ、もう、経験則の中での裏打ちがすごくて、うんナチュラルに今の常識の裏を取るでしょ、うん、あれがすごいのよね怖いもんねね俺も苦手だったもんさマジでほんといつも思ってた、うん、それ以外に不思議な力があるかないかは分かんないですけどね、うんうんうん、本当はあるのかもしれないけど、うんうん、そうなんですよね、うん、そこはまあ置いといての、うん、だとしても常人が考える凡人が考えられる範囲だとしても一応あるかなっていうそうね山ちゃんなんてハイボールチンチロハイボールって居酒屋ありますよねあらあら5連続でしたっけ5連続、ね、5連続ゾロ目出したんですよ嘘でしょおかしいやばいねさすがになんかやってる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 粗品さんのチャンネル出たら面白いっすよ。やばいです。あれおもろいよ、ね。4兄弟。おもろい。めちゃくちゃ。どうも、白い巨頭、前田龍二です。めちゃくちゃ好きなんだよ、俺も。俺めっちゃ、全部見てます、ね。おもろいよね。すげえ好き。麻雀プロがね、パチスロの話もするのはあれだけど、やっぱりね、北斗の拳がね、戻ってきてね、ちょっと僕はやっぱり面白いね。パチスロを昔すげえやってて、もう一時全然やんなくなっちゃったけど、北斗の拳がリリースされて、ちょっとやってて、仕事で呼ばれるから面白いねで今度あのさっき言ったファイトクラブも出るからちょっと楽しみですファイトクラブなんなら俺めちゃめちゃ未だにスロット打つんですよいやもう趣味っすもんねあんなの、うん、好きなの、うん、俺も好きっす時間があれば打ちに行っちゃうみたいな感じで、うん、そう、ガセさんと俺と同じ誕生日ですからね皆さんそう0411ね。ガセさんと俺同じ誕生日です。え奥さんと佐々木さん。ああ、そうなんだ。我々、毎年一緒ですからね。そうね。そう、縮まらないんですよ、差が。ガセさんだってまだ若いからね。言っても皆さん。43っすよ。でもさ、M リーグ始まってもう5年、6年目、次が。6年目っすね。だからさ、M リーグ全員、今より、まあ当たり前の話なんだけど、みんな5歳若かったわけじゃん。5歳って結構だよじゃん。ね。うん、だからみんな、それなりに、年を取ってるっていうことなんだなーってなんか思うんだよね。でも俺ね、名前言うようだけどさ、5年で一番変わったのはね、人がね、大井さんだと思ってる俺。大井さんはめちゃくちゃ変わったと思う俺。丸っこくなって。俺ほんと良くなったと思う俺。視野が広くなったかもしれないですよね。名前、上から言うつもりだよ。マジで名前言うつもりなんだけど、まだね、あの誤解されてる部分もひょっとしたらあるかもしれないけどね、うん、俺あの人は変わったと思うよ。で、さらに今回優勝して、もっと変わるかもしれない。優勝してからほとんど会ってないからあれだけど、5年で一番変わったの大井さんかなってね、思うな確かに。少し、トゲが取れたね。なんか、俺はすごく思う。内から見た話かな。もちろんチームメイトに対してもそうだし、Mリーガー全
体に対しても、M リーグ全体に対してもそうだし、団体に関してはちょっとわかんないけど、ひょっとしたらね、その RMG 団体に対しても、なんかそういう風になってるんじゃないかなって思ったりもする。ね、金が増えたんだよね。それはなくないよ。あの人、ね、人なんで。そうマジでピンときたわ。ピンときた、ピンときた、ピンときた、ピンときてないけど、ピンときてないけど、でも、まあ、それはあるかもしれない。なくはないです、うん。一部、一部です。そうだね。どうですか、まあ、それ今、本当は、できれば振られたくなかった。一番言いたくないからじゃん。おとなしくしてる。自団体に関してどうする自団体。自団体に関しては、うん、今までって、大井さんがなんか全てをやってたんですよ。でもそれが今はもう大井さんの手を離れて、うん、いろんな人とのその下の若い子たちが頑張っていろいろやるようになってて、そもそも全ての決め事が大井さんだったんですよ、うん、そもそも、うんうん、最初の頃って俺が入った時30人ですからね。今何ですか。350すげえ、はい、らしくて、そう、だから全然わかんないんですよ。新しい子増えて、どんどん増えていくし。そう。で、大井さんは常にその運営で、うん、毎回会場の立ち会いにやってたし、す、う、べ、んうん、ての、だからね、そういうところにいたんですけど、いろんなね、その、忙しくなって、うん、まあそういうのもね、全部大井さんの手を離れて、うん、今、RM っていう団体が、やっとなんか、若い子たちの手によって運営されてる、なんか、うんうん、団体に変わってったんで、で、要所要所は出てくるんですよ。まあもちろんもちろん。うん。うんもちろん代表だし、うん、看板スター選手だし。まあだから大井さんにとってもいい団体になってるってことですよね、それって。自分が何でもかんでもやらなきゃいけないじゃなくて、うん、あの、要所要所でこう、釘刺しに行って、運営とかに関してはみんながやってくれるっていうか、うん、その要は、みんなが、要は自覚を持ってやってくれるっていう状況はすごくいいことで。もともとは、なんか、RMU っていう名前だけど、なんなら大井隆春って団体だった。RMO みたいなね。だけど、今はちゃんと RMU。RMO! RMO マージャン。多い。リアルマージャン多い。リアルマージャン多い。っていう感じですね。どう？俺はめっちゃ思う。ひょっとしたらもっと変わった人いるかもしれないけど、俺大井さんとにかく変わったと思う。いつだったかな、それこそ新潟のゲストに行った時に、これなんかよく喋るんですけど、クーラー、冷房壊れてくっそ暑い中に。会場がね。はい。うん、ゲスト多分5、6人いたんですけど、僕も含めて。もう大井さんが最後まで声出して、めちゃくちゃ盛り上げるから、うん、わーすげえと思って、もう僕はその、それでだけでも。暑い寒に文句よりも先にとにかく来た人に、楽しませろみたいなね。それにもうずっと終始そうやってたんで、それはすごいなと思いました。大井さんになんか先陣切ってやられると、うん、もうついていくしかないなっていうのはあるんですよね。こっちも。例えば RMU の今あの VTuber の VPL っていうのがあるんですけど、うん、そのマージャンプロの VTuber を協会と RMU で運営してやってるんですよね。それに。まあ、解説とか、うんうん、とりあえず、じゃあ、俺もやるから、お前らも協力してくれて、俺と渋川と松とか、うん、その、協会と RMU のエミリーガーが言われて、今一生懸命みんなで交代で出てきたりとか、率先してやられると、こっちもね、じゃあってなるじゃないですか、うん、そこは。金が増えたからってとこ切り取ってもいいんだけど、これもくっつけなきゃダメですよ。うん、めちゃめちゃ安いお金でやってますからね、はい、それとかそういうの。そんな感じです。ここつけなきゃダメ。ダメです。絶対にダメ。通報する。じゃあちょっとスパチャバーっていきます。はい。チさん、ガさん、青スパ。